発マリオさん。ちょ、ごめん、喉がおかしかった。一発マリオ30連発パート4。この動画はですね、毎回言わせてもらってるんですけど、僕が今までに出したショート動画、それを少し編集して30個つなぎ合わせたものになります。で、今までね、一発マリオ30連発シリーズ1、2、3って出してきたんだけど、これで120個目。どんだけやってんだよって話だよね。しかもそれと一緒にトロールコースもやってるから、トロールコースはそれ以上にやってるみたいな。まあ今回ですね、僕の中では正直1、2、3を超えて、この4が一番面白い動画になってるんじゃないかなって思うんですよ。見返してて個人的にそう思いましたね。ということで、ぜひ見てって、どの一発マリオが一番好きか教えてくれたら嬉しいです。それじゃあレッツゴー。ちょっと最初、土管から何が出てくるか見てっていいかな。あ、何も出ないんだね。え、これただ普通に登っていけばいいだけ。え、そんなに難しくないんじゃない。そしててっぺんには鍵あるから、取ったら戻ってこいっていう感じね。10秒って言ったら結構時間があるもんな。だからここをジャンプしてこれ結構突っかかるよ。でもこれでも全然間に合うんじゃない。これでゴールだったら全然楽勝だよね。ちくわー。なるほど、3つのちくわがあるから、多分3秒ぐらい残していかないとゴールできないっていう感じだと思うよ。あ、これ結構いいんじゃない。頼む、残り何で通り過ぎてんのうわ、もったいね。今ゴールできたかもしれんのにさ。リズムだ、リズムよく行こう。ワン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 。来た、これめちゃめちゃ速いんじゃない。絶対ゴールしたと思う。どう、絶対これ最速まで行ったんじゃないかな。頼む、ちょっと見てっていいかな。あ、でもさ、少し上空いてくれてんのね。だからあの隙間をくぐっていけみたいな。だからここなんで上からも降ってくんだ。スタートした瞬間右ダッシュ、これでいけませんかね。いけません。じゃあどうすればいいか、少しだけ倒してすぐ左に逃げようか。もう無理な気がしない。で、この上から降ってくるでしょ。このハンマーブロストを倒してあの隙間をくぐっていこうか。どの隙間だ、ここだ。まず最初に真ん中のデブロスを倒してみる。いや、でももう分かったよ、今のだ。まず最初にデブロスを倒す真ん中のね。そして隙が出た瞬間すぐ右に行ってゴール。え、これ普通に乗っていけばいいだけじゃないの。いや違う、それは今求めてないから。え、なんかすごいよなこれ。そしてさ、ちょっと待って待って待って、真面目にやっていこう。そしてここはゆっくりちょっとずつ動いていく。あー、なるほどね、途中まで登ったら動くのか。そしてね、これちょっと滑るんだよね、わかる。夜のステージだから結構滑るので、この辺で動く。頼むって待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 って。いやー面白いよ。まだ来んのね、これを登っていけってか。もうすげえ、この場でマジっすね。何見てんだ、左の場では。このコースの攻略法はこのバネの下に降りないこと。そうすれば簡単に右側に渡れるんだ。さあ来たね、ゴールが見えた。あのゴール絶対ものにするよ。いや、ちょっと難しくないか。一マスに入るって感じでしょ。ここだ。さあここで左に行って、そしてここでゴールすれば大丈夫。20秒以内でいける、これ。すぐ死んだふり、そしてまた死んだふり。これ2歩ぐらいいけるかな。あー、2歩無理なんだね。最初と最後は大胆にって書いてたから、最初どんくらい。あ、最初結構いけるんだ。1、2、3、4、5、6、これでどう。はい、ダメ。1、2、3、4、5、これでどう。あー、じゃあ次は4歩だ。1、2、3、4、これでどう。4歩で確定だね。そして1歩ずつ進んでいけばいいんじゃないかな。2歩いける。いやー、2歩やっぱダメか。さすがにもうこれでゴールできるんじゃないかな。いや、フラグじゃないよマジで。1、2、3、4、ここだったっけ。違います。ちゃんと4歩数えていこう。喋ってたらちょっとわけわかんなくなるから、喋らないでいきたいと思います。今何歩だったっけ。今3歩か4歩ぐらい、ちょっとどっちか忘れたんだけど、こっから1歩ずつ進めばもうゴールできると思う。最後は結構先に進めるもんな。まあ最後無理にいかなくても、このまんま多分いけるか、これ。頼む、残り3秒。いや、もう1回こっからゴールできるか。やったー。いや、わけわからんやろ。あ、パウブロック跳ねるんだね。なるほどね。じゃあこのパウブロックを渡れんっていうことかな。スターを手に入れる。パウブロック R タイミングで走ってみる。おほほほほ、だっけ。今の見た。マリオの足がやばくなかった。あー、なるほど、こうやって渡っていけばいいのか。で、タイミングよくジャンプ。うわ、ジャンプができんばい。じゃあ、あのタタタタタタタってなってる時にさ、ジャンプ連打してみ。ここでジャンプ連打。
いや絶対無理。タタタタタってならないようにスピード調整してみようか。ここで左左、これでいいんじゃない。そしてここでくるん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 、ゴールは、ゴールどこ、あそこだったよ。これさ、走ってる間気がついたわ。パウの位置もすごい大事になってくるんじゃない。だからこのパウの位置が一番高いところで大ジャンプするみたいな、なして、どんな感じのコースなんだろう。面白い、上等じゃんか。じゃあ一旦このピースイッチ避けておこうか。そしてこのまんま右にダッシュすればゴールできると思うんだけど、そんな簡単にさせてくれないと思うんだよなこの方。とりあえず右にダッシュしてゴール。いや、まあまあまあ全然いいよ。開幕速攻ここでジャンプ、右に行くなっていうことは分かった。とりあえずこのピースイッチ全部踏んでおく。そして一旦右まで行って左に逃げる。そんでこっからなんだけど、一旦ジャンプして左、そしてあのツタが出てくるでしょ。多分このツタに捕まればいいと思うんだけど、何もないよな。このツタの上行って本当にいいのか、普通にゴールさせてくれんのか。楽しませてくれるね、たった一画面なのに。じゃあここで一旦砲台を落としておく。そして右のでかい砲台も落としておこうか。でツタに捕まるじゃん。そしてブランコにも捕まった瞬間すぐ降りるね。ここですぐ下場じゃん。そんなに難しくないんじゃないかなと思うんですけど、バネまさかのバネ。てっきりキラーかさ、魚と思ったんだけど、ちょっとマリマリ何やってんの今、そういうの何やられてんだ。予想外すぎた、まさかのバネとはね。じゃあこれどう行こうか。上から行けば多分ゴールできるんじゃない。上なんか空いてるよね。だから上に登っていきたいんだけど、バネがマジで邪魔すぎる。一つ気になってたんだけど、これ下から行けないのかな。あ、下行けないんだね。ちょうど砲台がいるのか。バネが出てくる前に砲台の上に乗って、さらにその上に行く。うわ、なかなかいい感じじゃなかった。2段目に乗るでしょ。そして早くすぐ上に行く。いや、いたこれゴールできる。頼むゴールさせて。どこいる、うん、いや頼むゴールさせてよ。いや、これいけるかな。ちょっとやっててみていい。いや、難しそう。いや、これいけるかな。あ、まあまあ、でも気持ちよさそうだね。上までポン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 って行った時は。一発マリオ名人を舐めるんじゃないぞ。必ずクリアしてみせるさ。リズムよく行こう。パン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 。多分最初にキノコがもらえるから。せんな、え、こんなに狭いので、キノコとかなくなかった。え、ちょ待って、キノコは、あ、なんか右あるね。じゃあ分かりました、1、2、3からのキノコを取って。うわ、めちゃめちゃ速くね、キラーたち。分かった、スピードを殺さない、なるべく速く行ってみるか。そしてこのまま右にキノコ様。リズムだ、リズムよく行こう。ワン、ツー、スリーからの大開脚。今ちょうどいいところでマリオ相当足開いてたね。ナイス大開脚。いや、これまあまあいける気がするわ。あー、笑かしてくれるね、マリエ。よし、ちゃんとやっていこう。で、ここでキノコを取って、あ、これいけるんじゃない。おいな。めちゃめちゃ多くないか、このつらら。目の前にゴールがあると思ったけど、そういうわけでもないんだね。しかもさ、下にレールがあるじゃん。うわ、めちゃめちゃ行きにくそうだな。ちょっとゆっくり行っていい。僕はもうこのコースクリアできる気がしません。だからもう飛ばしていいですか。ここ全カットでいい。もう喋らないで。落ち着いていこう。落ち着いたら簡単にクリアできるはずさ。こんなの単なる作業ゲーじゃないか。死にゲーだよ。ウーバーイーツー。ウビャビャビャウビュビュビュウビャビャビャウビュビュビュウビャビュビャウビュブルビュンウビャビュンブルビュン。なんか増やいてんだ。え、こんなクリアままでいいの。え、これゴールできる。どうやって登るかなんだよね、本来はさ。え、これ潰されないの。あ、潰されないね。あ、はい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 、この剣を刺すことによってどんどん上に行けるってことか。そしてこのコインを取ってゴールしろっていう感じで、最初ジャンプした方がいいよね。そしてこの剣で刺していくみたいな。連打の方がいいのかな。いや、どっちの方がいいか分かんねえな。そして剣で、え、剣でコインを、剣で剣勝円になっちゃうよ。最初マジで早く行きたいね。なるべく時間が欲しい。ここはまず連打して、でバネの真ん中を綺麗にきっちり剣で刺していく。剣で刺していく。そしてこれ、いやー、惜しい。っていうかこれ下から行けんのかな。ここまで来れば全て探ってやる。もう全てやれることは僕はやってやる。ここで真ん中できっちり剣で刺していく。下から下から。
もうやべえ、どうすればいいか全然わかんねえ。上のバネにちょっと乗ってみるわ。そしてこっから右にだ。どうしたらいいんだ。全然動いてないじゃないか。じゃあしゃがんだりしゃがまなかったりを繰り返してみようか。上の方でここでしゃがんだりしゃがまなかったり、これでどんどん右に進んだりとかできないかな。スタート位置戻ったじゃねえか。バレー、上に行ってそっから右に行く方法が何があるんだよ。何もしなかったらこんな感じでね、ずっと同じ作業なんだけど、もうしゃがむぐらいしかすることないんだよな僕。はっはっ、今なんかちょっと右に行かなかった。しゃがみ連打してみようか。だからまず一番下ぐらいジャンプする、こんぐらいのタイミングが OKOKOK で、こっから下連打したらなんかちょっとずつ右に行ってる気がしない。いけ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 、もうそのままこのまで突きる。でこれはデカマリオになってP スイッチを踏んだらいけないって書いてたから、これ一発で行ったらすごくない？僕は一発で行く男だよ、見てて。フラグだよ。てかさ、これ抜けれんのか疑問しかないんだけど。通常のマリオとかチビマリオの状態でこの一マスの針の間抜けるのめちゃめちゃ難しいのに、まあトラップジャンプって言うんだけど、それをさデカマリオの状態で抜けろってめっちゃ無理な話だと思わない？え、マジで抜けれたんだけど。でも絶対当たってる、これ任天堂さん当たり判定おかしいと思います。いやすごいね、本当に抜けることができるんだね、感動したわ。このヤドカリの中を進めっていうことだったね。ヤドカリじゃねえ、メットの中を進めっていうことだったけど、これもう無理なんかな。あ、タイムがね、あ、タイムは10秒しかないのか。 OKOK、 じゃあまず速攻メットを踏んで、これやられないのかなマリオ。あ、あ、なるほど、はい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 、あのメットの真ん中を進んでいけってことね。いやそれさえ分かればもう簡単なんじゃないかな。このメットの中をどんどん進んでて、これが鍵なんかな。 OK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 、 話が違うじゃねえか。いやでもすごいアイデアだよなこれって。この中を進んでいくコースなんで、よく考えたね。そしてこの後ろ側を進んでったら大丈夫ってことか。 OKOK、 多分これでゴールしたんじゃない。頼む、砲台だけでよくこんなに一発マリオが作れるなっていうぐらい砲台の一発マリオ多いよな。とりあえず右ダッシュしてってみようか。お、なんか遅っ。めちゃめちゃ遅くない？スタートした瞬間右にダッシュ、そして着地した瞬間ジャンプを繰り返してみようか。これで早めに行けないかな。いやなんか今一回いい感じだったけど、その後がクソ。あ、でも後になったら速くなってくるけど、めちゃめちゃゴール遠いな。2回目速いジャンプした時にここで小ジャン、そしてもう一回オッケーで、こっから頼む、このままもう行って2、1、頼む神様ゴールを。神はいないのか。多分3回速いジャンプができればあとは流れでいけそうな気がするんだよな。ここで1、2、何秒の時、5から4に変わる時ぐらいだね。多分それでジャンプできればゴールできると思う。いやでもよ、ジャンプする時間が分かったとしてもタイミングがマジで一瞬だからな。いや来た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 、このままゴールまで行って、頼むマリン、これはゴールできるんじゃないの。やった。何もしないでいいんでしょ。何もしなかったら絶対ゴールできると思うんだけど。ちゃんと全自動になってる。本当に僕今コントローラー置いて喋ってるんだけど、でいつゴールするんだろう。あー、なるほどね、こんな感じでゴールするのか。ちゃんと右側に運んでいくよ。はいはい、うん、なるほどね、あの羽が生えてるからちょっとふわふわ。なんでやられんだ。多分途中でジャンプとかしなきゃいけないんだろうな。どこでジャンプするかだけ見極めようか。1、2、3でしょ。あー、3か。3回ヘディングした後ジャンプして進んでってみよう。3の時にジャンプだったね。1、2、3の終わった後にジャンプしてみる。そしてこのままブヒー。シンプルにむずいわこのコース。一旦3回目の時ジャンプするじゃん。そしてもう一回ジャンプしようか。ここでもジャンプしなくちゃ。あ、上にも行き過ぎたらダメなのね。ということはよ、3回目のジャンプが一番鬼門になってくると思う。ここを綺麗にさ、この間くぐり抜け出せるみたいな。来た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 、ここで B ちゃん。そろそろクリアしていきますか。もうねだいぶ感覚は掴んできたよ。さあここで P スイッチをヘディングして、あとは P ちゃんするだけだ。かあ、その扉に入ったらあの右側の扉に出てくるだけじゃないんかな。一旦入ってってみる。そして一旦何もしないでみたら。まあ落ちていくだけだよな。じゃあ踏ん張ってみる。ここで踏ん張るみたいな。いやこれ何も意味ないよな。はっはっ、今見た、なんか空中ジャンプしなかった。このさバネに当たって落ちてジャンプ。おほほほほ、すげえ。いや今のマリオはすごいんだけど。ちょっとガチモード入ります。ガチモードに入らなくちゃこのコースクリアできる気がしません。さあここでジャンプ連打。いやちょっと遅れたな。ここでもジャンプ連打。ジャンプ連打してもうまく抜けれる時と抜けれない時があるんだ。頼むマリオって。さあ
うるさい。そんなんだからいつもうるさいだけの実況者って言われんだ。僕の動画見てたら親から怒られるみたいな、そういう意見もたくさん聞きますけど、見てるかそんな子供たちよ。ただうるさいだけの実況者じゃないっていうことをここで見せるぜ。このドアに入った先に何があるかなんだけど、コインがどこで、あいやバグじゃん、さっきもバグコースやったじゃん。これね、ゴールバーのところに行くまでが意外と難しいんだよな。なんでジャンプするタイミング見つけようか。こうやってドンケツを踏み続けていけばダメです。じゃあドンケツをさ、大ジャンプで踏み続けてみようか。これでゴールの方まで届け、頼む。ちょんちょんで行ってみよう。ちょん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 もらって。これさ、ジャンプするタイミングがマジでわかんないんだよな。まず最初の大ジャンプは全然いいと思う。こうやってね、壁釣りしてる間は砲台が左にいて、いた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 、コインが足りませんよ。これ444秒を4枚で取れるって書いてたじゃん。何でって逆なんだよ、4秒で444枚取れるって。あーやっぱりこのバネをどんどん乗っていけっていう感じか。いや遅っ。もう買い分けダッシュしていくわ。でさ、これ10コインを5枚取ってからゴールって書いてるじゃん。だからなるべく早めに行かなきゃ5枚取れないようになってると思うんだよな。この10コイン取れる、オッケー、ギリギリだな。そして次はこの3枚目を取っていく。これもう間に合わない。なかなかありそうでないようなコースだと思うんだけど、めちゃめちゃでも僕得意かもしれない。多分ね、そんなに時間がかかんなくていけると思うんだよな。これね、めっちゃおもろいわ。難しいコースってさ、すぐにやめたくなるようなコースと、ムキになってずっとやり続けるようなコースってな、これもムキになるパターンのやつだね。で、あんまり急ぎすぎない方がいい。多分慎重にいけば意外といけるはずなんだ。あと1枚、あと1枚取れるか。来た、これでいける、ゴールは来る来る。一回ジャンプすればブラパが落ちてくるっていう感じだと思うんだけど、とりあえず普通に行ってってみていいかな。乗った瞬間すぐ右ジャンプ。じゃあさ、ヨッシーが生まれる時に結構ヨッシージャンプしてるじゃん、この辺まで。そこを狙えば空中で乗ることができるんじゃない。もうそれ以外いないもん。だからこの辺で乗る。オッケーオッケー、よし。今さ、空中で乗ってもすぐ下行かなかった。やばい、下行ったよね。空中で乗ることはできないのか。できるんだけど、ほらすぐ下に行っちゃうんだよな。じゃあもう一つだ、下からジャンプしてヨッシーに乗る。違います。こうなりゃ一つ一つ試していこう。ここでヒップドロップして乗る。なんか今いけそうじゃなかった。ちょっともう一回やってってみ、こっから。来たね、声を出すな。こっからヒップドロップしてすぐジャンプして右。うわ、絶対行ったと思った。素早くだ、素早く行けばいけるはず。ここでヒップドロップした瞬間すぐ右。あー、なるほどね。これをどんどん渡っていけっていう感じね。絶対ぶつけよこれ。針って当たり判定めっちゃ大きいじゃん。だからさ、もう速攻やられる瞬間しかない。なんか意外といけてんな。これすぐゴールできるかもしんない。どんだけ鬼畜コースが出てくると思ったけど、意外といけないわ。なめるな、ちょっと集中すればこんなの簡単にクリアできるんだ。だから今から無言になりたいと思うよ。無言になればこのコース簡単にクリアできる。黙った方がうまいって思われがちだけど、実況者って。でも僕にとっては黙っても黙らなくても変わらないんだ。それを証明してみせるぜ。さあ、キラーを18体以上倒してゴール。まあ普通に踏んでってみようか。まあ時間が10秒しかないってことは多分間に合わないとは思うんだけど、これで17体か。なんか意外といけそうな気するな。もうちょっと早く踏んでみようか。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 からだ。右の子たちを先に踏みに行く。そんで左の子たちは後で倒してみようか。それでいけるんじゃない。あ、これヒップドロップした方がいい、もしかして。あ、はい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 、なるほど。攻略方が見えたぞ。先に右の子たちを踏んで、残りの子たちをヒップドロップして早く下に降りればゴールができるんだ。僕ふざけてないからな、真面目にやってるからな。これでも子供は一個一個ふざけてるように聞こえてるかもしんないけど、さあここで出せ出せ出さんか。これ最後の一体マジむずけえわ。あの出すタイミングが全然わかんなくってさ、18体目がここまでは全然いいんだよな。でどこで出すか、出せ、やった。普通のジャンプでいけないのかな。時間10秒しかないのか。いや結構きつ、いや無理か。あ、もうわかった、これだ。ここをヒップキャッチしながら右に進んでいくんじゃない。ここで壁キックしてどんどん上に行けっていうことだと思うんだけど、いや意外とむずけえなこれ。いやっていうか、いけんの、なんかいける気がしないんだよな。くるくるで、くるくるで右の柱壁キックしてみようか。ここで壁キックして、あ、はいはい、これ壁キックしてもう一回壁キックみたいな。いやなんかいけそう、これじゃ
ない。攻略を見つけたぞ。絶対合ってるこの生き方で、あとは空中くるくるをどのタイミングでするかなんだけど。いや惜しい、くっそ。あとちょっとなんだけどな。舐めるな。このコースをクリアして壁キック名人、そしてくるくる名人になるんだ。オートスクロールなのね。聞いてないと。きたね。あったな。じゃあここはタイミングよくジャンプして、はいはいはい、今みたいな感じでいけっていうことで。こんなの僕の得意分野じゃねえか。見てて。何を？走ってったら多分ダメだと思うんだよな。あーやっぱ無理か。最初はいいんだけど、次からがね、あの間に入れそうないね。じゃああとはリズムを掴んでいくだけだ。ワンツー。リズムの乗り方がダメなんだ。むずすぎる。どうすればいいんだ。この間をくぐっていくだけなのにむずすぎる。あ、わかったわかった、リズムに乗って喋ればいいんだ。ということで、リズムに乗って喋るよ。ピヨキン。甘く見るな。こんなことで僕はくじけない。次はゴールだ。最初にデカキノコをくれるっていうのはわかるんだけど、こっからどうやって右下に行くかだよな。まあこのオンオフがあるから、このオンオフをして、はいはい、分かったか。欲しいな。このオンオフさ、ちょっと下がってるじゃん。その瞬間に右下に行くんじゃない？分かっちまえば、こっちのもんだもんね。さあ、オンオフして勢いを殺していく。ちょっと難しいな、札追記踏むの。もう一回スタート、ジャンプ。これでいけたら簡単なんだけど。来た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 。これで調節したら、あのゴールポールのところまで行けそうだね。さあ、ゴールが見えてきたね。落ちた瞬間にちょっとだけ左押す。やった、来た。これでガールができるっていう感じだね。あそこむずっけ。こっからなるべく左まで行って勢いつけてしゃがむ。やっちょっと見てって、結構ガチめに連打していくから。マジで進まない。これどんだけ長いんだろうな。いや結構本気でやってるんだけど、うわきっちり。これマジで腕ぶっ壊れそうだね。僕ね、今地面にマイク置いたわ。地面にマイク置いて寝そべりながらやってるんだけど、聞こえるかな、このカチャカチャ音が。ちょっと無言になるね。もうやめたい。そのままゴールまで行ってくれ。頼む。めちゃめちゃ時間に厳しいんじゃないかな。とりあえず急いで登ってってみようか。これ悪くないんじゃない。最後にちくわが5個あんのね。これ間に合わないよな。ですよね。これ絶対ぶつけばい。それさ、このクロリームやっぱ混ぜたらいけないのかな。混ぜ、おせ。こんなんじゃダメだ。絶対にクリアできないよな。あ、ちくわ。これね、初代スキンの方が簡単やわ。ニュースキンの方が明らかに難しいね。あ、いやこれいった。いや最後のクルーしなかったらいけたかもしんね。頼む、このまま右出ししてゴールして。いや、今絶対行ったと思った。めちゃめちゃ悔しい。最後クルーしなかったらいけたかもしんね。ここでクルーダッシュ。これでどう？いやちょっとだけ引っかかってしまったけど、これはいけるんじゃない？ 1、 0、はい。ちょっとさ、青いメガクッパ踏めるか試してみていい？もし踏んだとしても下の P スイッチ押されそうなんだけど。あー、踏めるんだね。でもこの子は右に来る。左に行ってくれたら結構簡単なんだけど、もう一回踏んだら、あ、止まるのか。あ、これで楽になったよ。で、いや楽になってね、全然なってる。ストライク。早めに踏んでこいつを行動不動にしておく。そして右に行けばなんかもうゴールできそうな感じしない？あ、ここら辺がアンチなのか。そしてこの間を捨てるだけでこの右下行ける。よっしゃ、待って、一旦踏んで左にやっておこうか。いけいけいけ、どうかいけ。これも余裕になったと思う。どこが？最速がもうちょっと早いからさ、他に行き方があると思うんだけど、安全策取っておくわ。そしてこのすぐ上。いや、キッチンなるべく下に行きたいんだけどな。あ、この右下このまま行けるんじゃない？頼む。やった。もはや感動すら覚える出方をしてくると思ったけど、意外と普通。そして時間は10秒しかないのね。もっと密集度あると思ったけど、意外と隙間あんのね。右下はね、道が塞がれてるから左上から行くしかないと思うんだけど、意外と隙間があるから簡単に行けちゃうんじゃない？これでゴールすればいいでしょ。たま、邪魔すんだ。たま、いける、いけるぞピオキング。クリア率の割にそんなに難しくないぞこのコース。
もうキモい子はやめます。キモいのとか誰も求めてないでしょ。多分ね、キモいのとかに壊れてる自分を求めてるみたいな、そんなわけわかんない人がいるって。たまれすぎですぎ、控えろ。僕だってね、たまには普通にやりたいのよ。普通にやらして、ゲームをね。ゲームってさ、壊れながらやるもんじゃないのよ。やったー、どう。前回も言ったような気がする。全部終わってどうって。はい、それじゃあここまで見てくれた方本当にありがとうございます。で、みんなは何番目の一発マリオが一番好きだったでしょうか。もう今回ね、神コースが多すぎて選びきれないんだけど、あえて個人的に好きだなって思ったのは5番目と18番目だね。5番目のやつは見ててインパクトあるし、18番目のやつなんてあんな空中ジャンプのやり方があるのかと感動しましたね。はい、それじゃあ今日はここで終わりますけど、またパート5いつか出していきたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。